おはようございます。本日の、朝のコーヒーはホットな小休止、これをいきたいと思います。さすがに単品の、コロンビア、ガテマラばっかというのも、どうかと思うので、まあ、たまにはブレンドに、しようかなということで、ホットな小休止ですね。これはアメリカンタイプの、まあ、ブレンドというか、まあ、ブラジルがベースになっているブレンドなんですけど、まあ、これは一番、まあ、飲みやすくて初心者向きに、用意されているという感じですね。だから、まあ初めての人に、まあ、大体、まだコーヒーがまだそんな得意じゃないよっていう時にはがっつりした、苦いコーヒーとかなんかよりはこういう軽いコーヒーをまず進めて、コーヒーに馴染んでもらうっていうことが多いですね。で、今日の、格言の方はですね、格言ではもうないです。これに関してはもう、グラフは嘘をつかない。まあ、今業務用の本焙煎もうやり始めておるわけですが、そのグラフが焙煎すると出てくるわけですね。そうするとまず第一にそこには当たり前ですけど、こうやった操作がもう秒刻みで全部、出てくるわけですよ。でその中で何が起きて何が起きてなかったかというのがこう後で検証できるということで、グラフの価値をちょっと説明しようかなという感じで、おります。格言とは言えませんが、まあ、そういうことを、やりたいと思いますね。はい、それではコーヒーを立てましょうと言って今日は実は言うと、まだポットに、水を入れるのを忘れてましたね。はい、ちょっと待ってくださいよ。ドリップポットに大体通常お湯が入ってるんですが、今日はドリップポットにお湯を入れるのを忘れました。ちょっとお待ちください。といっても3リッターの、やかんの方には湯が沸いてるので、そのやかんから湯を、入れるだけですのですぐですね。はい、行きましょう。まずど真ん中ですね。で、このお湯をさしてこの落ち始めてすぐに回すタイプとこのふわっと膨らんできてから回すタイプとお湯の差し方ってまあこの場合でも2種類あるわけですが、この頃まあ僕のマイブームでは膨らんできてから刺すことをやっております。これは何かというと確実に下までお湯が染み込んだということが、明確になるからですね。どうしても、下にポタポタっと、コーヒーが落ちたすぐに、回し始めるっていうのはどうしても蒸れてないコーヒーの粉ができる可能性が あるからですね。はい、全体に行き渡りましたら、はい、蒸らしのマシンを使いますね。はい、はい、そしたら、タイマーを動かします。特に今真空を使って、短時間で蒸らすっていうことをやってるのでどちらかというとこうじっくり時間かけて蒸らすタイプよりも、乾いてる状態のところでは蒸れないんですね。だから確実に湿った状態に持ってきてから蒸らすっていう風に、持ってった方が、
良いので、どちらかというと、完全に、お湯が入り込んでから回すみたいな感じの、完全にこの、そこまで、お湯がついてから、蒸らしをやっております。はい、それでは抽出の方に入ります。まずは真ん中と外側の真ん中の辺にお湯を差して、水位を上げていきます。水位を上げるということはどういうことかというと、コーヒーの層を崩さないための方法ですね。水位が上がればコーヒーの層は崩れないんですね。だから蒸らしが終わってからど真ん中にお湯を差しつつ、それも勢いよく差すとコーヒーの層は崩れてしまう。そういうことを防ぐために、真ん中と外側の真ん中ぐらいのところで水位を上げるということをやったわけですね。さて、グラフが嘘をつかないっていうのはどういうことを、思ってるかというと、人間ってこう思い込みもあれば、当たり前ですけど、こうなんつうんですかね、こうだというふうにこう考えちゃうと、その都合よく物事って思っちゃうんですね。で、実際にグラフが焙煎のデータとして出てきても指摘されないと分かんないことって結構あるんですね。つまりデータっていうのは結局は読むことができるかどうかなんですよ。つまり同じデータが存在しても、それを読むことができるか、それを見落とすかっていうのが結構重要になるんですけど、それにはやはりこうデータをどれだけ一生懸命深く見ようというこの気持ちがあるかなんだと思うんですけど、代表なんか圧倒的にそれすごいんですね。いつも感心するわけですよ。結局ある意味普通の人が全く気づかないようなとこをもうグラフを一生懸命、調べてそれを見つけるわけですね。で、それを指摘されると、そんなことあんのって僕なんかもういつも、驚かされるんですけど、一回それをこう言ってくれるというか指摘されると、そこに目が行くようになるんですよ。だから当たり前にこう我々って日常こう何の気なしにこう物事ってやってると思うんですけど、その物事を何の気なしにやってることがこうこれはこうじゃないですかっていう指摘があると、急にこう景色が変わりますよね。だからコーヒーの抽出もそうだし、まあ焙煎もそうだけど、このある意味こう慣れっちゅうのから誰か他の人にこう指摘されることによって新しいことが見えてくるような気がするんですね。で、グラフ、まあ今グラフというので、話をしてるんですけど、グラフというのは非常に客観的なデータなんですね。つまりデータが熱伝対や微圧計やいろいろなところからの電気信号がある意味コンピューターに流れきているだけで、それを、どう読み解くかっていうのは最終的には人間なんですよ。で、その最終的にはその人間がそれを読み解いた時に、どこまで深く読み解けて、その読み解けたのが、他の人に、どう伝えられるか、もっと言うと、あ、そうなんだと相手にこうなんつうんですかね、こう理解するとこまで説明できるかということが
最終的には必要になってくる。だからもうなんかはどちらかというとある意味、まあおかしな言い方はマンネリ化してこうコーヒー屋をやってた時期もあるわけです。そうするともう読み解く力がこうなくなるんですね。マンネリっていうか、まあ当たり前に常識に凝り固まってやってると。でそれに対して、代表なんかはそれがないので非常に特に理系なんで結構そういうこのグラフとかなんかから読み解く力にはいつも、感心してしまうという感じで、今日はですね格言でも何でもなく、この頃、焙煎の、本焙煎とかテスト焙煎をやってる時に、非常に、代表を、ちょっと褒めちぎる動画を、上げてみましたって感じですかね。とにかく僕らはまあコーヒー屋ってマンネリ化してくる部分あると思うんですけど、そのマンネリ化を打破するのの一つに、今のデータというのがなんか存在しているような気がこの頃はしてたりします。ということで、コーヒーが入りましたので代表に、試飲していただきましょう。代表はい、ほとんど格言ではない状態ではございましたが、今日はホットな焼酎酒でございますね。はい、軽いですね。嘘をつかないって書いてるからそれの話をするんだよ。いや、嘘をつかないっていう話をしてましたよ、うん、話がどんどんこう飛躍していってしまいましたが、はい、軽いですか？私結構しっかりと。あ、そうですか。だけどこういうすごい苦とかいうものではない場合は一般の人にとっては軽いという感じで、あ、うん、薄いのとは違って軽いっていう感じですかね。一般の人って苦いと重いって感じですかね。ちゅうところはあるんじゃないですか。あ、そうですか。まあとりあえずうちでは軽いコーヒーとして出しております。はい、あと、キランキラン、モカの、ドリップバッグのセットですね、3種類のモカが入っている、キランキラン、ハロウィンの、なんか、集まりとかなんかに持ってくのにはちょうどいいという、ものでございますね。ということで、今日もテスト焙煎、本焙煎、ございますので、ここまでにします。